こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、またじゃなくても以前紹介したラーメン風そうめんつゆの第2弾ということで、こちらの風だしつゆを食べたいの。タイだしつゆ塩味ラーメン風、ちゃんと覚えとけよな自分、毎回これ言ってます。というわけで今日もこちらに用意しましたよ。ではここにだしを注ぎます。白に白だから若干見えにくいです。ですが色変えるわけにはいかないのでご了承ください。そうめんの量前回ちょっと多かったから今回少なめにしてるんですよ。これがどう変わるか個人的には気になります。というわけでおつゆ注ぎ終わりましたと。ではそうめんが捨てしまわないうちに早速食べていきたいと思います。どんな味なのかな、いただきます。それちるっとすすってみると、え、前回のやつに比べるとこれはな、ちょっと思ってたのと違うかも。だ、まあ変わり種としてありといえばありなんですけど、なんて言ったらいいのかな、これは昔はまあラーメンとかして考えてもなぁ、判断に困る味と言えるでしょうね。少々ネタバレな発言になりますけど、なんかまあもうな、まあ、ただの麺つゆに飽きた時に食べると選択肢の一つとしてはありかもしれませんが、自分はどうだろうなこれと思ってしまいます。思った理由はこの後すぐ。ごちそうさまでした。前回の醤油私は結構スープ自体の、スープというか麺つゆか、麺つゆ自体の味じゃない、味が結構麺にパンチをかけてきて、あっさりとしたそうめんとよく合っていたんですが、今回はそこまで出汁を主張してこないので結構早めでまとまってはいるんですが、悪く言うと少し地味な印象かな。味はついてて美味しくはあるんですけど、もう少し出汁が個性を出して前に出てもよかったんじゃないかなと思います。塩味と言ってるんですけど、ちょっと塩味自体が控えめすぎて、タイの香りなども楽しめず、他になかったらかける程度でやるかなという感じです。というかな、これ前回の醤油味の方が個人的には美味しかったので、今回食べたというか飲んだ、いやつけた、でそうめんつゆ塩だしじゃなくてタイだしつゆ塩味はまた間違えてるのも、3点とさせていただきます。それでは縁が薬ばかりに頼れない、火の光は薬では立ち向かえないような気もしますが、というわけで今回はラーメン風そうめんつゆ第2弾を食べてみた動画でしたが、あなたは気になりましたか？もし気になったのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞。